会場が狭いからかあんまり人がえんな。どやあがりしょ、これぐらいやったら気も楽やろ。あほう、余計なこと言うなって。意識させんなっちゅうの。今日は大丈夫ですって。黒羽、あっち。え、あ、不幸。あそこに行って何か分かることがあるんだったら行くまでだ。加藤な、灰島。当然不幸は俺たちにとってただの通過点。俺らの目標は春高の本戦出場。そのセンターコートに立つことだ。第3試合のチームが移動したら練習コート入れるで、その前に早めの昼飯にする。満腹に専用気ぃつけろや。特に大熊と黒羽。なんで並べるんですか。予報やと明日も暑いらしいし、下手したら今年一番きつい大会になるかもしれん。体調悪いものはえんな。はい。灰島、いけるか。いけます。うん、ほんならここで初戦のスタメンを発表するように先生から言われてる。スタメンは青木、菅野、内村、大熊、灰島、黒羽。以上の6人で行く。リベロは他を。副補戦、小田さんに外れてもらいたいです。灰島、さっきの答え保留にさせてくれ。ちゃんと答える言葉が今すぐは見つからん。俺自身も納得いくようにちゃんと答えたいで。内村、久々のスタメンやけど頼むぞ。はい、小田先輩が投入されるのをなるべく引き伸ばすくらいには踏ん張ります。そんな気負わんでいい。今日の相手池田商業には去年のチームで勝ってるやろ。いつもの俺と黒羽のローテを入れ替える。菅野、灰島、フォロー頼むぞ。はい、はい、黒羽。はい。そんな人事みたいな顔してんなや。体格のお前の打数が一番増える。前でも後ろでも働いてもらわなあかんぞ。ぼさっとしている暇はないと思え。はい、分かってます。全員のエースはお前や、黒羽ユニ。頼んだぞ。はい。今までの練習の成果見せてやれ。行くぞ。おう。1年後、希望通りになったんはいいがの。小田と内村を取っ替えただけやったら正解とは言えんの。人を切ったんやったら自分の身も切らなあかんのやないんかの。どういう意味や、灰島。一発目にバックアタックいくぞ。思いっきりぶっこんでやれ。内村ブロックにスパイクに大車輪の活躍やないか。ああ、なんとかなってるわ。このまま2セット取ります。福報の初戦見たいんで。あっちはあっちや。集中していこう。おう。ずれた。ダブルコンタクト。何やってんじゃ灰島。灰島があんな初歩的なミスを。ああ、すまん。俺がサイン読み間違ったわ。今のは俺です。トスがブレました。今のは俺やろ。俺です。先生先生、すいません。いや、今のは俺の責任や。気にすんな。いえ、俺の責任です。ここから立て直そう。あれ、先に20点に乗られてる。福報、試合始まるのか。いや待て、なんで今そっちを見るんや。そんなことよりこっちを何とかしてくれ。なんでなんやこの試合。どこで何が。なんかすげえ怖え。おいおい、どうなってんじゃこりゃ。全員ミス連発しやがって。お前だってふかしたやろ。は？クロバー。あ、はい。クロバー、お前は今の調子でいい。声出すのだけ忘れんようにな。そんだけですか。もっとなんかこう。そんだけなんや。お前がつなぎ止めるんや。内村、ミスを気にせんとけ。はい。萎縮すんな。練習を思い出せ。はい、すいません。謝らんでいい。すみません。単純なコンビミスだ。お前、青木さんがわざと空振ったんじゃないかって思ってるだろう。まあ一瞬思ったけど、一瞬やぞ。ほんとけや。まさか。もしそんなことされたら俺がわかる。青木さんのせいじゃない。単純に息が合わなかった。おやけど、青木先輩にトス戦分、内村先輩にしわ寄せが。分かってる。後がなくなったな。え？次のセット落としたら終わる。そういう落とすようなこと言って焦らせんなや。ほや、こういう時は勝ち負けとか意識戦と気楽にやった方が。実際焦らなきゃいけない状況だろ。勝ち負け意識しないでどうするんだよ。勝つためにやってるんだ。俺が言い出したことで負けたりしねえよ、絶対。あいつまさかいざとなったら前みたいに一人で全部やる気なんじゃ。おっしゃ、内村行ってこい。はい。俺だって小田先輩と同じで、お前ら二人は可愛いんやぞ。どうしたら内村先輩を助けられる。さあ初戦ビシッと行くぞ。頑張れ。俺とお前2人合わせて三村昴みたいになればいい。クロバー、早く行け。あ、はい。できるのか。俺にやれるんか。お前な、俺に頼らないで一人で三村昴に追いつけよ。追いついて追い越せよ。違う。しゃー。奥間先輩いいんだ。一年坊主に短歌切らして俺らが奮起せんわけにはいかんやろ。手加減。灰島がプレイスタイルを変えてスパイクフォローやディグに徹してる。灰島は本来守備も一発やでの。ええ、けど灰島はなるべくならレシーブに入りたくはない。セッターとして攻撃の組み立てができんくなるで。それでも灰島、それでも黒羽が決めるならとにかくボールを上げればいい。バカ力だけでやらんともうちょっと頭も使えや。単細胞が必ず点にするってのは必ず打ち抜くこととは違うやろ。フェイントやらワンチやらが一点の重みは変わらん。ほらこんなとこでみっともない格好さらさんと座るんやったらベンチで座ってろ。よう頑張った。十分や、勝てる。すまんけどおいしいとこはもらうぞ。はい、どうぞ。おいおい、嘘や。このセットのヒーローは誰が見てもお前や。よし、このセット取るぞ。お正解っすか、不正解っすか。ハイシャーがニッキルを待ってたんですか。もしハイシャーが必死になってプレーかえんくてこの試合負けてたら取り返しつかんことになってましたよ。取り返しつかんなんちゅうもんは実戦の中でそうそうありゃせんわ。まあお前らにはまだ分からんくていいことやけどの。ほれ応援、一本。おっしゃー、もう一本。最後まで切るからカット。おっ一年、おーい一年。おーい15分発やぞ。遅れたら置いてくでな。はい、行きます。勝った勝てたんや。灰島聞いたやろ、バスの時間やって。